ようこそハリのプリンスチャンネル。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はちょっと中山さんの生い立ちを、徐々にちょっと聞いていこうかなと思ってるんですけど、そうですね、社会に出るまでの間で一番楽しかった時期って学生時代でいうと いつ頃ですかね。ね、ざっくりな僕って楽しいなんていうのは一度もなかったかもしれない。えっ、何ですか？ね、結構ね、私真面目な学生だったんだけれども、はい、うちの学校のそばに銀行があってね、はい、で今急に本当に思い出したんだけど、乗り込まれて200人ぐらい。それは高校ですか？高校です。あ、で私安田っていうとこだったんですけどね、はい、3000人、はい、校門をくぐると3000人いて、全部男だったの。給食の係から全てがね、はい、そういうとこだったんだけども、銀行が戦いを来ましてね、はい、その時私のクラスのあれだけは、お前逃げろと、はい、お前顔が命なんだからって言ってね、はい、それで段になって、はい、よくなんとかゲームでペタッとなるでしょ、はい、段になってね、で塀から向こう側を下ろされたの。それでよくね、学生時代私映画が好きでね、はい、学校なんか平気で休んで、うん、で映画見に行ってたりましたもん。場所はどの辺ですか？学校は、ちょうど蔵前の、あ、本庄、そう、ちょうどね、両国の駅のそば。あ、そうですか。安田善次郎が理事長だったんですよ。安田校。そう、安田で、頃ね、うち学習院じゃないのにね、高等学校、中等科、高等科だと、はい、私があれする時で、B 制があってね、はい、高校3年生が中学1年をうちに連れてってご飯食べさせて、あと勉強を見るっていうね、その B 制、本当 B 制ですよね、そういうのね、があったの。変な学校でしたよ。 B 制って何ですか？ほら、結局ブラザーっていう意味だけども、なんていうの、可愛がるっていうんですか、その先輩が後輩をっていう、はい、そういうシステムがあったの。今本当に思い出しちゃった、急に。それ、え、学校内でですか？学校で、学校はそうだったの。高3が中学1年を面倒見るっていう、あ、そういう制度があったのね、うん、確かあれですよね、コムサもなんかそんなのやってますよね。あ、そうやってますね。結構ブランドでよくやってる習慣なんですかね、うん、でも私ね、その2人の先輩なんだけども、斉藤さんとね、鈴木さんっていうんだけど、今でも思い出しますもん、こうちゃんと、へえ、やっぱり先輩っていうと2人思い出す、声も思い出しますもん、へえ、うん、でも、あ、そっか、じゃあ2年生になると、でもその3年生いなくなっちゃうわけですよね。だから今度は高2と、はい、中学に、中高一貫みたいな感じ。そう、やっぱそう、エレベーターの学校だった。そうなんですね。だけど私が中学2年の時にもその制度が終わった。ああ。やっぱり社会的におかしいんでしょうね、きっと。なんか今聞くと結構いい制度な気がしますけどね。だから先輩後輩のあれがちゃんとしてたから、やっぱそういうところで教わるから、ちゃんとご挨拶もするしね、校内で会えば。やっぱりいい制度だと思います。だそういうのはなくなってから今おかしいんですって。でもその話を聞いてると結構楽しかったんじゃないかと思ったんですけど、まあ、楽しいっちゃ楽しかったんでしょうけど、でもなんか別にっちゃ別にですよね。なんか貧しかったとかそういうの特にないですか？何をまず、あれが、まずは貧乏。貧乏、あ、はい、まず貧乏。うち、学校って中小企業 の、 社長たちの息子とか、はい、そういう敵屋の息子とかだったんで、はい、貧乏にいなかったんです。へー、うちがだから大臣ちじゃないでしょ。だけど普通の、まあうちも親父が社長でしたから、あ、だから貧乏人がいなかった。
だって下町の学習院って言ってたんですで、それで、で、そうそう、長岡から長岡から長岡に行くんですか、長岡に行くんですか、長岡から、そうそう、来たので、だから私は脱出、一人だけ脱出させてもらって、その後のあれは全然覚えて分かんない、何が、何が結構荒々しいんですな、多分そうだと思いますよ、あのいわゆるあの映画パッチギーみたいな、そう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 、世界ですよね、うん、でも結局ああいうの普通にあったんですよ、うちの関係で言うと、例えば私浅草でしたからね、村山さんたちもだからやっちゃんたちがいっぱいいたでしょ、はい、でお風呂へ入るの普天と行けば、あの元タツだった竜だっただろうけど、今じゃあの毒蛇になってて、猫なしばしばになってるから、そうそうそう、そういうおじいちゃんたちいっぱいいましたよ、そんなねヤクザとかね、あら、そんなこと今私言いました？そうそう言ってないと思いますけど。そんなお上品にしないで。はーいとかって。もう本当そんなこんなでした。ご視聴ありがとうございます。皆様の質問を受けたまわっております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。